BLCD コレクション、サチモ原作、黒か白か、2。悪役顔の新人俳優、鷲宮信と、王子系人気俳優、大沢茂。世間に明かすことのできない恋人同士だった二人は、紆余曲折を経て、ようやく心身ともに結ばれる。しかし、信を抱いてから、茂の中で、信への執着と独占欲がますます大きいものへとなっていき、一方の信は人気が出始めたことで茂に一歩近づけたと思う反面、今まで見えていなかった茂の苦労を感じ、気づけなかった自身を歯がゆく思うように。仕事のため、茂のためと努力する信と、信への黒い欲望を押しとどめられなくなる茂、芸能界で共にあがいていこうと誓い合った二人はどうなるのか。信と茂が出会った高校時代のエピソードも盛り込んだ芸能界シークレットラブ、待望のドラマ CD 第2弾で、どうして俺がお前なんかと一緒にこんな CM こなさなきゃならないんだよ。お前なんかってあんまりやないの、タタラさん。僕には花咲通りっていう立派な名前があるんです。そもそもこのドラマ CD には僕もあんたも出演してるんや。必要な営業ってことで当然やろ。営業行為自体に異論はない。ただ大嫌いなアイドル様とセットみたいな扱いになってるのが気に入らねえんだよ。僕かてあんたみたいなタイプは苦手やけど、真のためやからな、少しは辛抱したらんと。真って鷲宮のことか。お前あいつとどんな関係だよ。シンは同じ事務所の後輩、それで今日もここに呼ばれたってことや。大事な後輩のために一肌脱いだらんとな。ふん。あんたはレンジャー学園絡みやろ。ついでに番宣するってさっきプロデューサーも言ってたし。まあな、最近は鷲宮のダーク退社人気のおかげだけど、不器用なあいつに何もかも任せっきりってのもなんだしな。ふん。あんたもええとこあるんやね。バカ言うな。俺は単にレンジャー学園のためにだな。はいはい。てか、シンには彼氏がいるってことは分かってないんやろな。うん、なんか言ったか。うん、いいえ。鷲宮のことだろ。なあ、あんたやっぱシンのこと大好きなんやないの。そんなことは。ふん。だから俺はだな。まあいいけどね、どうせ実らぬ思いだしね。うん、なんだ。いやいや、なんでもない。キャストは人気急上昇中の新人俳優鷲宮信を伊藤健人、王子様系人気俳優大沢茂を平川大輔、イケメンの実力派俳優多々良健吾、沖津和幸、人気アイドルグループオットの花咲通りを田丸敦史、真のマネージャー梅島を鳥海康介、茂のマネージャー小菅を田所日向、他豪華声優陣。発売は2019年10月25日、税抜き3000円。全国のアニメイト並びに CD ショップにて。一歩先のエンターテイメント、ムービンオン。